チーム力全体で勝ってきたソフトバンク対先発投手の質が揃っているオリックスの戦いだったかな。みんなもう疲労困憊でギリギリやってますから、そこが最後の最後に出たかなっていう感じに、どちらが勝ってもおかしくないという戦いだったので。江川卓の高され、今回はオリックスの優勝についてです。あ、ソフトバンクを逆転して優勝したんですけども、はいはい、まずはそのオリックスの優勝についてちょっと江川さんのコメントをいただきたいなと。はい、春先の予想はオリックスでした。ただオリックスは打線が少し、弱いというか、得点を取る打線になっていないということが去年感じたので、そこのところが得点能力を上げる、外国人ぐらい2人ぐらいが、うまく入ってきてくれれば、2連覇あるんではないでしょうかというふうに春言ってました。それが順位は当たりましたけど、ソフトバンクと非常にいい戦いをして、どちらが勝ってもおかしくないという戦いだったので、非常にこうイメージとしては、チーム力全体で勝ってきた、ソフトバンク対先発投手の質が揃っているオリックスの戦いだったかなと。で、最後そこに本当に最後のラストゲームですね、結論が出たということで、とりあえずオリックスバッファローズの皆さん、そしてオリックスファンの皆さん、おめでとうございましたということになりますね。はい、はい、ソフトバンクとオリックスはもう勝率が全く同じで、直接対決の成績はオリックスの上ということで、はい、オリックスの、はいはい、優勝と、こう全く同じで並ぶっていうケースが、まれになる年でしょうね。セリーグパリーグともにそういうことが起きてますから、優勝と2位3位とかそういうのはありますけども、非常にこう競った1年だったと思いますね。で、やはり多分これは多分というか、全部数字が正しいかどうか分かりませんけど、オリックスが15勝しててソフトバンクが10勝なのかな、そういう対戦だと思うんですけど、オリックスがそれだけやっぱり15勝10敗っていう勝ち越したっていうのは、やっぱり先発陣が非常に多分揃っていて、2勝1敗で取るケースっていうのは何回かあったんだと思いますね。だからそこでその対戦の差が出たというか、そういうことなのかなと思いますね。ちょっと理不尽が失点はしているでしょうから、いくつかゲームを落としたことはあるでしょうけど、それにしても先発陣が結構5回という他のチームが多いんですけど、オリックスの場合はなんとなくイメージ、7回8回投げてるっていう、先発としたら7回8回投げてるっていうケースがなんか目立ったような、記憶があります。それが最後、みんなもうギリギリ、もう疲労も困憊でギリギリやってますから、そこが最後の最後に出たかなっていう感じにしますけどね。シーズンで見ると、ソフトバンクがずっと上位にいて、オリックスが後半で追い上げてきて、最後差し切ったような形なんですけども、その辺の展開とかをどういうふうに見ていらっしゃいましたか？だから打力としてそんなにあるチームじゃないので、最初からダーンとこうダントツに行くっていうイメージはもちろんなかったんですけど、投手陣が先発が何人も5人ぐらいいっちゃいますから、そうするとものすごく大きな連敗っていうのはないっていう、チーム作りをしてましたんで、後半になってみんながこう疲れてきた時に一個一個こう階段を上っていったと。で、最後ソフトバンクの勝ってるものを追いつけたっていうことなんでしょうね。そこで楽天が少しこう疲れ、それから西武がちょっと疲れっていう中で、確実にこう先発陣が取っていったっていうことだと思いますね。特に山本投手が15勝してますから、15勝4敗だったのかな、4敗か6敗ですから、自分だけで貯金10個ぐらいしてるということなので、その数が大きかったということですよね。あとローテーションを守ったピッチャーたちは、非常にこうローテーションを守って、チームのこうマイナスにならないようにこうやっていったっていうチーム作りですから、その分の山本投手の10勝分ぐらいが確か、勝ち星と負け星と9だか11だかぐらいですよね。10ですか、10なので、ちょうどそのぐらいがこう浮いているというか、プラスになって優勝したということでしょうね。8年前の14年シーズンで、同じくソフトバンクとオリックスが首位争いをしていて、8年前14年前のちょうど10年前、はい、
優勝が決まった10月2日に、その14年前はソフトバンクがサヨナラ勝ちで優勝を決めてる。ああ、そうですか、はい、へえ。その時のチーム状況はちょっとすぐ浮かばないですけどまあそんな出来事もありというところ。 その時ソフトバンクピッチャー良かったんじゃないですかね。そうですね、サーファーって。ああ、サーファーってだったら打てないもんね、抑えね。摂津、うん、中田健一、森、うん、森福、うん、あ、都市人、うん、これでセパともに連覇と、はい、いうところなんですけども、両方、はい、両方連覇っていうのはちょっと考えづらかったですけどね、はい、あの両方ともヤクルトもオリックスも見事ですね、この連覇っていうのはね、この中でね。でコロナでしたから体調も大変だったでしょうから、その中で2連覇するってすごいと思いますね。なんかこの連覇っていうところだと、まあ、去年優勝した経験値とか、うん、そういうものがなんか生きているなっていうのとかってあるんですか。やってて多分あの、まあ、日本シリーズをやるとなんとなく相手の力っていうのはすごく不思議なんですけど、日本シリーズで戦ったチームって相手の力量が分かるんですよね。なんでなのか分かんないんだけど、日本シリーズ戦ったら相手はこのぐらいの力だったってことが妙に分かるんですよね、日本シリーズに出ると。それの経験っていうのは結構、まあ、だからといって2連覇できるかどうかってすごく、あのいつも言ってるようにその平均的に2年間ピッチャーがいいとかバッターが2年続けていいっていう人は少ないんですよ。それだけ疲労してもうギリギリやってるので、だから2連覇なかなかないんですけど、でも日本シリーズ戦うと相手の力っていうのがこう見えるという瞬間があるので、それはプラスになってるかもしれないですね、うん。逆に、まあ、ひっくり返されたソフトバンク、うん、だとどんな影響とかがあるんですか。やっぱりね、あのその要因は柳田選手とか他の選手がこう途中で怪我で何回か離脱してチームのバランスが崩れた時がちょっとあった気がするしますね。でそれが最後それちょっと響いたかなというふうな感じがしますね。それが怪我じゃなくて普通にこう機能してたら多分言ってたかなと思いますね。それとメンバーが去年と比べても変わってないですよね。主力がね、柳田とかあの4番打ってるデスパイネも途中からですもんね。デスパイネも途中から、それからもう一人グラシアルもずっと去年からずっと同じだし、松田選手なんかがちょっと後半出なくなってきたっていうところがあって、少し戦力としては去年の方がちょっと戦力があったかなっていうイメージはしてるんですけどね。まあ、その中でこう新しい人がボツボツこう活躍したっていうチーム状況でしたから、だから去年とこうちょっとメンバーが主力は一緒なんだけど新しい人が少しこう加わったっていう戦力の中でやってたので、そこのところの1年間同じメンバーで戦ったっていうことがちょっとできなかったっていうか、力関係がねちょっと途中でバランス崩したかなっていう感じがちょっとしてますけどね。まあジャイアンツもそうだと思いますね。ジャイアンツは去年もちろん勝ってないですけど、やっぱりあの坂本君が抜けたことによってこうチームバランスが崩れて少し戦力落ちたっていうところだと思いますけどね。まあ、ソフトバンクはそれをこう、まあ、ギリギリあの保つように頑張ったっていうところじゃないですかね。オリックスとソフトバンクは、まあ、クライマックスシリーズを控えてるんですけども、うん、まあ、逆転優勝したオリックスと、まあ、逆転で抜かれてしまったソフトバンクで、クライマックスシリーズの、まあ、戦い方といいますか、その辺のなんか影響とかは、あの1位になった人たちはアドバンテージが一生あるんで、これは大きいでしょうね。さらにその1位になった方がピッチャーの先発ピッチャーがいいピッチャーを持ってる、まあ、チームじゃないですか。でそれはその前にその、ソフトバンクと、今西武になったのかな、西武をやるときに当然いいピッチャーから負けたら終わりですから2人先発しますよね。それが終わった後に1位とやるわけですから、そうすると一番力のある人が2人投げた後になりますから、これ取っといてこう投げるってわけにいかないですから、こっち取らないと次進めないので、それはもう完全にその1位のチームが有利になりますよね。もしこれ逆だったら逆になりますからね。山本君が3位と2位の戦いの時に多分先発していくでしょうから、そうするとこっち投げられないでしょうからね、よっぽどもつれて後半ならないと。だからそれはもう断然やっぱ1位は有利だとは思います。選手の心理的 なんか影響とかは、チームのなんか心理的な影響とかっていうのはどうですか。そのギリギリのところで逆転されて負けてしまったっていうところ。あ、だから結果的には同率で終わってるんですけど1位と2位の差は相当ありますよ。同率で終わったんだけど1位と2位の差はこんなに出るってことですよね。戦う上においてはアドバンテージも出るし、それから3位と2位の戦いに、まあ、エース投げちゃいますから、
そうするとエースの次の人たち対エースの戦いになるわけですから、これやっぱりひっくり返すのは難しいと思いますね。オリックスが、うん、あのパリーグだと一番本塁打数が少なくて89本です、はいはい、まあ、あの昨年の本塁打が一番少ない中でその勝っていった要因、うん、これはそのどういったところにあると、うん、これはまあ、いいところで吉田さんが打ったって結構ありますけど、まあ、それにしても得点はそんなにホームランがないということですから、一発でこうひっくり返すってわけにいきませんから、とにかく点数を失わないように先発ピッチャーはとにかく長いイニング投げるっていうところで監督さんがそういう方針を立てて、まあ、先発は7回8回まで投げてリリーフ陣に負担をかけないようにしてずっと年間乗り切ったっていう、そういうやり方の結果がよく出たんだと思いますね。だからオリックスはよく見てるとなんか5回で交代っていうケースはあんまり僕はなかった気がしますけど、7回先発は7回投げるっていうような、はい、イメージがありますね、はいはい、その山本投手なんですけども、まあ、投手4冠というところで、はい、しかも今ちょうど江川さんがおっしゃっていたように、うん、一番ピッチャーのがセパの中で一番投球回を投げています。190回以上の投球回、その他の、先発投手陣はコロナの影響もあって、うん、140から160っていうところがその、まあ、レギュラーシーズンが多いんですけども、うん、それよりも30回以上多い山本投手、はいはい、影響としては大きいと思いますね。なかなか200イニングって投げられないんですけどね、我々投げてたことありますけど200イニングって年間なかなか投げられないので、それは長いイニング投げたっていう証拠になっていると思いますので、まあ、それがオリックスの一番のやっぱりこう勝った原因ということだと思いますね。ただ一点いいことだけ言っても面白くないっていう性格をしているので山本投手の投げ方を見てて去年の方が良くて、少し左の足が開きが見で体重が左にちょっと逃げるっていう投球が見えるので、そこは心配してますね。もう15勝勝ったんですけど、勝って 1.69 とかなんとかに防御率ですけど、体の開きがちょっと去年に比べるとあるので、フォームをこう比べると去年のフォームが多分いいフォームしてるはずです。もう記憶ではですね比べたことないですけど、はい、でテレビだとそういうのやってもらうんですよ。ちょっと見たいということでやると2画面にしてこうこうやってやると、あーってあーちょっと左に行ってるねっていうのが見えるはずですけど、だからそれぜひまあ、このシーズン終わったらもう一回見てもらって修正して、僕の中では去年のフォームがいいと思ってるんで、まあ、変わっていくフォームは変わっていきますけど、修正してやってくれるといいなと思ってますけど、それじゃないともうちょっと開き出すと本当に肩の力だけで投げるようになってしまうので負担がすごく増えるんですね。そこだけちょっとこう、ちょっと注意しなきゃいけないなっていうのは見えてますけど、はい、聞かれてないのに言うのもどうかと思いますそれって疲れから来るものなんでしょうね。左の肩を逃がした方が楽ですから、投げるのにはここはやっぱり押さえてるとやっぱりすごく疲労するっていうか大変なんですけど、開いた方が楽になってくるんで、だん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 そういう形になってきてるので、多分ストレートのキレもフォークの打ち方も去年の方がいいと思いますけど、うん、同じぐらい勝ってるでしょ。去年16で8か、昨日18か、今年15かな。で、防御率はもしかしたら今年のいいかもしれないね。そうですね、まあ、1.、多分6とか7とかその辺だったと思う。あ、そう。去年は 1.39 です。あ、39ですか、すごいね。で、18勝してるんでしょ。18勝5敗。5敗、うん、なんかね、フォームはそういうふうに僕には見えるんですよ。特に後半見てて、こう、あ、そろそろ注意しなきゃねっていう、うん、僕の肉バネとは違うんですよ。僕は遊んでるなってそういうんじゃないですよ。真剣にやってるけど少し疲労でこう少し握るのが早くなってるんで、それがちょっと気になりますね。まあ、5月には7連敗とかを記録したりして、首位と最大 11.5 ゲーム差まで離されてたんですけども、うんうん、そこから逆転してこう優勝していった、まあ、最大の要因ってどの辺で言ってますか。うん、やっぱり投手陣がその崩れないで、その例えばもう何ヶ月も離脱しちゃったっていうことなしにローテーションはちゃんと守って、投げれたんで、まあ、2勝1敗のゲームが少しずつ少しずつ増えてきたんでしょうね。そこ7連敗した後でも多分2勝1敗でやってこう何ヶ月かかってるでしょうけど、今5月っておっしゃったから3ヶ月ぐらいかかってると思いますけど、
大体そのぐらいの7連敗ぐらいを埋めるのに 2,3 ヶ月戻るのにかかりますから、多分8月ぐらいまでにこうやって地道に戻していったんだと思うんです。先発がいいので取れるゲームは結構取れますから、それを戻していって8月の後半ぐらいになんとなくこう他のチームといけるかもしれないというところまで来てたん で、 でそれ9月に少しみんなが少し疲れてこうしてきたところに、そこまで地道にやってきたところがふっとこう追いついたということじゃないでしょうかね。その時に、ソフトバンクと、楽天と西武とやってましたから、そこにうまくこう入っていったというところじゃないですかね。で最後にこうちょっと楽天が疲れ、西武が疲れ、また楽天が上がり西武が落ちっていうところに、ソフトバンクがギリギリ頑張ってたんですけど、少し最後疲れたところにふっとこう最後差し切ったっていう感じに見えますけどね。だから投手力のチームだからそれができたんだと思いますけど、はい、打は相変わらずそんなにヒーローは何人か出ましたけど、去年と比べて強くなってるかっていうとちょっとなってないと思うんで、去年と同じぐらいの感じですかね。去年は杉本選手も40本打ったのかな、30本ですか。それがいな、まあ、故障ちょっとしちゃいましたんで、そこもなかったですからね。その分吉田選手が去年ちょっと多く出たのかな、ホームランがちょっと多分多く出てると思いますし、ホームランがちょっとだけ減った、あれで減ってる、いいとこではでも出てましたね、ニュースで結構出てましたから、うん、はい、打率は一気に上げてきましたね。そうですね、打率3割1分8人だっけぐらいまで行ったんじゃなかった。去年と今年ホームラン数は一緒で打率もほぼ一緒です。21本で本塁打は去年も今年も21本、うん、打点は、はい、去年が72、今年が88、打率は去年が3割3分9厘、今年が3割3分5厘、うん、じゃあほぼ一緒の性格、あれしてるんだ。でも去年は杉本さんが30本打ったから少しホームラン目立たなかったんだね。でも今日、今年は30本打ってないからすごく目立ってる感じがするんですね。でもいいところで打ってました、最後のところはね、結構やっぱ投打の軸がもうしっかりやっぱあるっていうのはやっぱりここもすごい強みの一つでは、うん、そうですね、まあそれよりもやっぱりオリックスの場合は先発ピッチャー陣だと思うけど、うん、山本選手がいて、左なんだっけ、宮城さんがいて、山岡さんがいて、田島さんっていうのいいの、田島さんがいて、もう一人いなかったかな、山崎さんか、中継ぎもしてるのかな、この5人がやっぱすごいからね、いいボール持ってるから、なかなか5人って揃わないですよ。だから3人ぐらいいるのは結構ありますけど、5人揃っててなかなかいないので、ここが強力だったと思いますね。だからみんなこの5人は見てて素晴らしいボール掘るもんね、これはすごいと思いますね。だから守り切ったチームですよね、籠城型っていうの、お城にね、お城にこもって戦うのを籠城って言うんですけど、それとこう出てくるタイプが得意な人がいるので、お城から出てってこう外でこう戦いをするのと両方得意な武将が違うんですよね。籠城型ってのはお城にこもってお米を蓄えておいて入ってくるのを、そういう籠城型、オリックスは籠城型みたいな明日の新聞にはほんと昔は載ったもんですけどね今は載りませんけど、ね、ちょっと今回サムネに籠城型、籠城型、そうね籠城型オリックスっていうのがですね、はい、イメージはそうだと思います。中継ぎやった山崎はね、山崎総一郎っていう方でした。2人いるんですね、はい、はい、昨日も投げてたんじゃなかったっけ。そう山崎総一郎は投げてたね、1人からいいボール打ってたもんね。今日オリックスの勝ち方ですね、先発陣が揃って長いイニング投げてって、まあ籠城型ということになりましたですね、結論は。籠城ということになりますと、まあ、お城の中でやっぱりお米を蓄えてご飯を食べるっていう大事なことですよね、今で言うとちょっと給食なんか関係あるのかなと思ったりしますけど、今日は給食関係の皆さん、美味しいご飯を皆さんに作っていただいていつもありがたいと思っております。今回は高さの登録でございますけども、ちょうどお昼ご飯作り終えてほっとしたら、高さ見ていただいて登録していただく、まあ、登録の仕方がなんか難しいという話もございますが、そこのところは他の方に聞いていただいて、コミュニケーションで、給食の後に登録ということでよろしくお願いしたいと思います。
高さで登録よろしくお願いいたします。給食関係の皆さんです。いいじゃん、籠城だから籠城っていう字が難しいね。籠城、白にえ、忘れた、ちょっと今こもる、こもるこもるだからね、竹編じゃなかったかな、竹編に竜みたいなのじゃなかったかな、竹編に竜でしょ、竜、あ、そうです、はい、に白ですね、はい、竹冠、竹冠、竹編じゃない、竹冠に竜だよね、はい、それで白だよね、籠城、よかったわ、当たってたわ